街の空気、君の気配、最高の夜 in the house。 I want to, I want to ってリズムが踊り出せば、一人じゃない気がするよ。まだずっと探してる最高の夜 in the house。 感覚下端せ誰かが騒ぎ出せば、君とまた会える気がする。夜のベイビー、プリマ。はい、はい、イエーイ、やりましょうか。やります、やりましょう、やりましょう。じゃあやりましょう。ちょ、ね、西田、はい、こんなこと言うのないねんけど、はい、やる気とかじゃないねんけど、はい、何ビューな？26とかです。それはやらなあかん、それはやらなあかん、やろ。はい、今日のプリマ、あ、クワトロライブ終えて、てんてんてん。いや、もうマジどうですか。いや、もうちょっとあれやで、疲れてるとか全然ないで、はい、もう全然疲れてへんねんけど、はい、足が痛いね。足は痛い、足が痛いね。俺はな、先週疲れたりせえへんけど、俺は先週ね、先週だから、あの言てました、ね、22が、京都のグローリーっていう場所で、はなまういっていうスタジオの周年パーティーのトリでして、はい、スリーデイズやっててん、それな、はい、で、その1日目のトリがワンダルボーイズやって、2日目が豆腐ビーツがトリやと思うねん、多分、はい、で、3日目がイースタンユースやねん。で、多分そのまあバイバイとかも出てんねんけど、はい、多分2日目豆腐ビーツやったんちゃうかなと思うねんけど、はい、その1日目、まあ、木曜日やねんけど、そのまあ例えば豆腐ビーツとかイースタンユースが、はい、その2日目3日目トリするとこで、ワンダフルボーイズその盛り上がらんかったらちょっとあれやんみたいな感じあるやん、はい、あるやん。全然でもお客さんほんま少なかったよ。まずね、どれぐらいなんすか、そのあれ、あれはあれはキャパはできないですね。ぎゅうぎゅうで150ちゃうかな、はいはいはい、ほんでもな、はい、まあ、少なかったんやん、はい、まあ、空席以外ほぼ満席みたいなことやんか、はいはいはい、まあ、やるやん、はい、やる、まあ、ほんでもうライブするやん、はい、ガチ上げしたって、そらそうやで、はい、もうほんまに申し訳ないなと思って、もうちょっと申し訳なさすぎて、はい、ライブ中 MC でも言ってしまった。なんつったんすか。関係者かっこいい、その思ったより少ないと思ってると思いますけど、うん、盛り上がっていこうぜ。関係者に対してね、関係者かっこいいね、まあ、お客さんも含めて、そのみんなこんなはずじゃないやろ、うん、あれこんなはずじゃないというやつですよね。周年パーティーの3デイズの1日目やで、うん、木曜とはいえ、うん、そのワンダフルボーイズ人気ないんだみたいなことになるやん、うん、で、まあそれはそうやで、まあ2日目3日目多分そのもうほんまパンパンだと思うねんけど、じゃあ木金どうってやってたと、そうそうそう、あ、なるほど。で、ちょっとそのワンダフルボーイズが取りってのはちょっと無理があるなと思ってたけど、うん、けどまあもう言われたらもうやるしかない、それは周年やしね、もう最後を、そうそう、まあでもそのだからってそれを無視して、はい、なんかその現実を無視してなんかエブシンガソンとか言うわけにはいかんと思って、それはそれはそれはやっぱアンドレスポンス的なやつですよね。そうそう、エブリシンガーソン、エブリアンダーグラウンド、はい、売れてる時も、はい、売れてない時も、はい、辞める時も、健やかなる時も、はい、エブリシンガーソン、エブリアンダーグラウンドっていう MC するじゃないですか、はい、でもそのみんながすごいあれって思ってる時に、はい、なんかその逆に関係者の人も申し訳ないですみたいなことになるやん、すいませんみたいな、はい、僕ら の力不足で、はい、ワンダフルボーイズ読んだのにお客さん少なくてみたいなとかなるわけやん、
けどな、それってことは、その、それでも来てる人らは、に対して、その、変な感じであるやん。うん、あれってなります、ね、その、来てる人らはもうそんな関係なくて、うん、その、何人入ってようが、うん、関係なくて、まあチケット買ってくれて来てくれるけど、うん、その、やっぱ関係者とか、その出る側とかは、うん、うん、うん、どうみたいな。フロアどうみたいな感じで、関係者、スタッフの人も、はい、ちょっともうちょい時間をしていきましょうかみたいな感じとか、いろいろ気を使ってくれるやんか。はいはい、それはなんかその、悪循環になる可能性あるやん。はいはい、だからな、もうな、その、まあ俺がもしスタッフ側やったら、入ってないですけど、はい、お願いしますもうさっき言ったらいいと思うね。もう全然入ってないですけど、もう、実にいいライブお願いしますって言ったら、もういいと思う。でそれだから俺もその考えすぎかもわからんけど、はい、なんかまあいろいろ、なんかその、もやもやしたままライブするのあかんやんか。はい、なんかまあもう、ちょっと思ったより、あれなんですけど。ですけど、言っちゃったら、MC ね。まあ、そう、いろいろ、もうね、まあみんないろんな準備があって。はい、それはね。まあいろいろあるんですけど、盛り上がっていこうぜーって言ったら、その、少ない、だからの人らが、イエーイってなるから。だからもう。それでも一体が生まれます、ね。一体が生まれる。もう、少ない時こそ盛り上がろうぜっていう一体感生まれたから。もうそれでいいね、ずっと。すごいお土産持ってきてくれてはりますね。じゃあ、キミョくん、イエーイ、お土産持ってきてくれて。さっきメールくれたけど、はい、今日何録音してて。あ、レコーディングね。あ、そうかそうか。のあれはレコーディング今日。キミョくん、いつ終わんのレコーディングは。ちょっとこれいただきます。今日予定では明日。明日終わり？録音自体は終わるという。ごとも、西浦もちょっと、キミョくん、ごちそうになりましょう。せっかくやから。あ、これ札幌、これ札幌？ちょっと、はい。あ、すいません。一緒に、せっかくなんで、クワトロね。あら、秋山さん、いただきます。お疲れお疲れ様でした。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 4時半まで飲んでたもん、ね。飲んでたね、飲んでた。1時半、4時半。飲んでた。味噌汁とビール飲んでた、朝方。味噌汁とビール飲んだ味噌汁。もうなあ、もう泥酔してて、もう何も入らへんみたいな。何もいらんけど何か欲しいみたいなことで。味噌汁を当てにもうビール飲み出した朝だった4時ぐらいに。ストリックすぎますね、それ。なんか、温まりますね、とか言って。それ、帰って全部吐いたけよな。味噌汁分は吐いた、その。まあ、そうなりますよね。その味噌汁の手前でもう多分限界だと思うんだけど、味噌汁分は吐いたけよね。すごい口の中味噌汁の匂いした。いや、けど、はい、何をそんな朝方まで、うん、味噌汁飲んでんねんっていうのはあれやで、打ち上げしたからやで。そう、それ昨日ね。打ち上げはしごせんでもいいけどね。打ち上げ、そう、打ち上げみたいな。はしごしたんで、最初なんか近くのお店通っててんけど、はい、まあ、西松屋ってああいうよくレインドックスとかがあった時から、うん、よく行ってた、はい、餃子とかラーメンとか、あとビールが安くて、うん、24時間か朝5時ぐらいまでやっててな、あれ、うん、だからそこに行ってたとこに行ってて、最終的に、はいはいはい、でそのやっぱりそのレインドックスの時代とかって、はい、もう今よりかもうほんまクソみたいにビール飲んでる時やから、クソみたいに酔っ払ってる時やからそのいう感じ もう思い出してまうやろな、多分その同じ店行ったら昔の、はい、だからその全然止まらへんで、もう打ち上げで結構飲んでいったのに、うん、もう一回行っちゃう。そうそう、もう入ってもうたもん。だからシャカリキコロンブス時代に入ってもうたもん。そのぐいぐい飲んでた。いやけど、はい、昨日やっぱりもうそのずっとそこでも言っててんけど、うん、なんぼええライブやったなとかいろいろ思い出そうと思って、はい、頭の中で巻き戻すねんけど。
あの小月くんがその泥酔してる泥酔してあのあ過ぎせたハグしたって感じ、はいはいはい、あれが一番なんかそのあれはハイライトかな。そうっすね、あれなんか最後のそうそう最後の ロッケンロールベイビーのあと、うん、過ぎせすごいソロソロ過ぎせ、そう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 過ぎせにソロ振ってそのモニタースピーカーの上、うん、寝そべって歌うっていうなんか信じられへんパフォーマンスがあって、あこの人すごいなみたいな感じでみんなちょっとすごいなと思って、キミオくんだけあの小さい声で杉瀬怖って言ってステージ上で言ってましたけど、でも杉瀬もうあんだけすごいパフォーマンスして、ちょっと光月くんもちょっとテンション上がって、もう抱きしめたく、急にでしたよね、抱きしめたくなっちゃったんでしょうねあれ。あれがもう未だに 何か何をどう処理心の処理していいかわからんぐらい覚えてるなんかあれおもろいって言ってええのか何せんねんって言っていいのかもちょっとわからへんだけど、はい、でも衝撃的でした。本番前にね、はい、紹興酒の4号瓶一人飲んだらしい紹興酒そりゃそうやこんなぐらいのマジですか。いやでもそれぐらいすごいねなんか、うん、あのみんなあのそれに向けて準備してくれたってことで、あのその準備おかしないよその準備準備ギュインもうなんか最後こっち側の話したいからそうギュインってしたいやけどあのなんていうのあの松井くんが、うん、松井くんやっぱりそのトラベルのあの渋谷の WWW とかの時、はい、うん、バイバイズ出たやんか多分、うんうん、でそういうのもあって、うん、そのあの時そのもうソロダウトしてて、はい、もうあのまあ俺もゲストで出させてもらったけどちょっとお客さんもちょっと呼べないですみたいなぐらい、うん、そんな感じ、うん、それもうそれだもう一人も入られへんぐらいのソールドアウト加減やったから、はい、あの一応まああのもうちょっと呼ぶっていうのは個人的になしでお願いしますみたいな感じで 俺らとかでも、はい、あのスタッフから、はい、でそういうやっぱそういうのがあるから、うん、あの松井君今回の、うん、あのクラブクアドロの、うん、あの This is Party も、うん、あの3日前ぐらいにあのちょっと、うん、あのプレイガイドをまあまあ売れてんねんけど、はい、あのまあまあ、 あのもうちょっと伸びてほしいなと思ってる時に、はい、陽介あの松井君からメールあって、はいはい、うん、今回のクアドロって前売りとかで人読んでいいんかなってメール入ってきて、めちゃめちゃ積極的に読んどいてって返すその渋谷多分渋谷 WW のとかの時の残ってるから読んだあかんと思ってたっぽくて、もういいんかなって来たからグイグイお願いしますその残り3日やけどみたいな。いやけどね、その結婚してましたよね。すごい、上田くんね、昨日重大発表忘れたもんだって、それのせいであのレコ発っていうそうそうそうレコ発って一応ねリリースパーティーっていうことですけど、上田くんの話しかしてない、上田くんずっと上田くん結婚してってずっと言ってたけど、あのなんかガムをあのくちゃくちゃ噛んで吐き捨てるぐらいの、 あの軽い言い方で言ってたって言ってたね、キムくんが。なんか、先道でガム踏んだみたいな言い方で。ああ、そうそう。さっきちょっと、靴ならガムついてるわぐらいの言い方で、ちょっと俺結婚した。俺さっき、今日結婚して。結婚したね。すごいですね。あの、昨日だからみんなその発表があったけど、うん、キムくんがポルシェ。あ、そう発表してましたね。買いました、ね。半分振り込みましたね。あの、今日、あの、タクヤリスンとミート DJ してたんですけど、うん、DJ と DJ のその休憩時間の間、キミオさんのあれほんますかってずっと言ってたあいつそういうのはめっちゃ食いついてくる。ポルシェとか、例えばシャネルとか好きやうわそのブランド力のでもその、タクヤがあんまりにも言うから、うん、改めてそのポルシェ911を調べて写真出してあげて、あ、これやね、どういう車なんかっていうのを、うん、あの DJ の間休憩中暇やったから2人でポルシェ調べててんけど、なんかめっちゃ意見分かれてたりすんねんな。
911と966やったっけな、なんか、うん、あるある、あ、あるんですか。その911派と966派に、うん、そのマニアが分かれてて、うん、何が違うんだろうな、そこまで分からへんかったけども、うん、なんか中古やったら、うん、911の方がええとか、うん、なんか言ってた。形も違うんですかねってことは。ちょっとじゃあ、むしろ何しとったん昨日。昨日は、いや、めっちゃ撮影しましたよ。いや、それ分かってる。これではないっていうぐらい、うん、俺もプロジェクター見ながら俺もライブしてた。あ、マスか、うん、あ、映ってる映ってると思ってさっき DJ の時暇やったからやったからっていうのあかんねん。いや、DJ と DJ の間ね。DJ の間じゃない。でも DJ と DJ の間ってそれライブ中やから。逆にね、今じゃない今じゃない主催主催の人。でもね、まあ DJ なら暇ですもんね。ちょっとね。いや、そのフロアで踊るわけにもいかない。そうやね、そのうわーとも言われへんし、うん、で、なんかそのずっと DJ ブースで見てるっていうのも、うん、なんかちょっとおかしいわけや、うん。まあそれはちょっと嫌ですけどね。太田さんに電話ってなんか忘れてた。え、誰誰。いや、急になんかちっちゃい声で電話せなかった。電話しよう、後で後で出るよ。いや、今日はでもまあ空気講談とボノモノ、うん、ボノモノリリースパーティーの DJ してきて、うん、でその DJ で呼ばれるとおもろいっすね。ボノモノからとか、うん、そうそう、あの多分バグダッドのあれ見てんすか。あれ見て読書ラバダウ DJ と思ってない。呼ぶ方え、それえ、読書ラバダウやってきたんすか。今日もやってきます。あ、マジっすか。ちょっと後藤ちょっと聞き、後藤ちょっとここ後ちゃん、後藤、普通後藤です。後藤、昨日お疲れでした。もうお疲れ様でした。普通のこと普通にやってくれたおかげでイベントが成り立ちます。ね、なかなかできへんよ、うん、なかなかね、こっちとか。後藤ちょ、さっきの俺の読書ラバダブ、ね、ちょっと説明して、ちょっとあれどんなやった。ちょっと僕の口から説明するのはだいぶ難しい。で、お客さんどうなってた。あるあるってなってました。わぁ、見たい。あるあるってなってましたね。その今日は長谷部誠の心を整えるっていう本で読書ラバダブ。それめっちゃ見たかったっすわ。あの、何やったっけ、サッカーのキャプテンやね、日本代表 の心を整えるっていう本で、中盤あたりにあの僕はにあの高校生の時に二人の女性と付き合ったことがあるって書いてて、うん、そんなのも赤裸々に。そうそう、でもその高校時代はサッカーに打ち込んで、うん、女性とはみたいな感じを書いてんだけど、うん、それをずっとラバダブで僕は高校時代にとか言って、うん、でサビが僕二人の女性と付き合ったことがあるって言ったら、お客さんがあるって言ってくれるよな。めっちゃいいじゃん。まさにある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 って俺が言うんだよ。これがなんかな、それめっちゃ気持ちいい、すごいレスポンスしてくれて、めっちゃ盛り上がってたんじゃないですか、じゃあ DJ。 いや、もうすごかったよ、そのそ、ね、自分の口からはそんな言うんですけど、まあ、だから後藤が言ってほしいね。ブッキングされブッキングされるってめっちゃおもろいですね。最高やな。ちょっとまた呼ばれると思う。ボノボかバグダッドかだけやでも、え、それでもボノボブッキングしたのおもろいっすね。いや、やっぱあのイベントのタイトルが、うん、美しい人たちっていうイベントタイトルやってるけど、はいはい、うん、曲の、曲の、はい、なんかまあその美しい人を呼んでるんやろうなと思って、うんうん、美しく DJ しようと思っててんけど、うん、もうタクヤリスンとミブッキングしてもらったからもう無理やなと思って。もうそこれはもう読書ラバダブしかないと思ってんけど、後藤でも昨日ないろいろ、まあ俺のお父さんとお母さんも誘導してくれたり。マジで。それがメインの仕事。それがマジで。後藤今日これがメインやぞってずっと言ってたから。いらっしゃってたんですね。そうそう。あ、そうなんや、知らんが。わあ、もっと頑張ってよかった。ほんでな、最後な、ほとんどおかんがな、あの曽我くんっていうめっちゃでかい193センチのスタッフの、スタッフ昨日おったの。コンパスにもおる、うん、あのヒゲのでっかい人を見て、はい、あのどうもあちゃこさんって
ありましたね。こんなしゃーない、しゃーない、それは。ラジコちゃうで、言うな。最後の帰るときな。はい。で、その、すごいね、もう、その、受付とか、全部その、座席が、その、座れるとこがあるやん、後ろ。あの、関係者席関係者、はい。あそこに、あ、そうなんですか。座ってもらってって言って。はい、で、後藤がもう、ケーキ化して、もう、エレベーターで、もう、搬入口から一緒にお父さんとお母さん連れてきてくれて、はい、こう、ケーキ化して席に、座ってもらって。うん、それが、昨日の後藤のメインの仕事や。メインでしたね。知らんかった。そこ見てなかったよね。で、後藤、そのお父さんのお母さん、見たことないねんけど、迎えに行ってこいとか俺に言われて、そうそう、わかったメガネかけた安西先生みたいな73歳のおっちゃんと、うん、こんなちっちゃいおばちゃんっつってな、その速攻わかってた。すぐわかりました。すぐわかった。顔似てきてるもんね、そちょっと似てる、うん、この方やなっていう。昔より。すぐわかりました。いやけど嫌な、嫌なそういや、ちょっと恥ずかしい。けど、でも、亀井さん、昨日、あのそのサンデさん、その説明するときに、うん、俺、全然顔似てないですけど、俺、全然顔似てないねんけど、安西先生、そんな前置きやん。73歳やなっていう。いや、そんな、後藤が似てると思って行ったら、多分ちゃうや、ちゃう人連れてくるやろなと思ったから、でも似てきてる。自分でもちょっと分からないもんな。でも、あれやろ、その、ちょっとちゃうかったやろ。そうですね。イメージはちゃうかった。肌の若さとか髪型とか全然違うね。で、目はめっちゃ似てる。そうね。ああ、でもそんなもんやねんな、やっぱり。今でも、その、いや、神谷さん、いや、サンデーズ言い直したからのもん。あ、おもろと思って。その、いや、それ嬉しいな、もう。やっぱサンデーさんの方が、あの、大投資で、大投資以外ではサンデーさんってことやね。その、京南も本番すっぱくしてる。ずっと言い続けてんねんけど、今日ボノボのサイ君が MC で、はいはい、DJ 神出君ありがとうほん、ま、一番地元感出してもほんま東大阪のあの、おっちゃんが言う言い方でおっちゃんの神出くんまで送ってくれてありがとう。ありがとう神出くん、ほんまありがとうなの神出くんって言ってたけど、DJ 神出くんやから、ちょっとそのそこは、ね、DJ までええけどな。DJ かっこいいけどな。いや神出くんもかっこいいと思う。元はなんかお願いあるの。いやなんかちょっとお願いが。いやいや、それまた改めてお願いしようと思ってたんですけど。もしかして、あれか、それ、おそらくそれです。バンドしよう思てんの。いやいやいやメジャーデビュー考えてる。あちゃ、あちゃこぐらい考えてる。もうやったね。確かにベースね。大勢の人の前でピンとあの人、おかしないピンときたみたいな。うわんすげえ。見つけたごと、じゃあ、まあありがとうございます。あの、後藤のおかげで昨日いろんなことが無事終わったんで。いえいえいえ、ありがとう。またじゃあ そのお願いちょっと後で聞くわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。普通って奇跡のことやから。そうやねん。普通がいっちゃんすごいで。でもその言い方、その後藤呼ぶときは後藤フトゥー後藤やけど変わったトゥー TO やけど今年から変わったけどさ、はい、あの昨日、はい、あの俺的にはやで、うん、あの堂丸くんっていう、はいはい、トランペット吹くトラベル楽団の、はいはいはい、一番最近入った子かな、うんうん、がもうすごい勢いやったけどね、顔にもう顔がギュッとしてんねん。ギュッとして顔がもう男前がギュッとしてんねん。でそのなんていうかパーマネントな感じや、うん。天然かもわからんけど、うん、そのパクシン以来の、うん、なんかその上昇志向な顔してた。これはあれやないちゃう。やないな。ちょっとやないちゃう入ってよ。ありますか。お疲れやない。お疲れした。昨日お疲れ様でした。やないちょっと A T シャツ着て。いやもう。エムラピ4-6。やない何？一緒の動き今日。
一緒に旅行で。あ、ほんま。の横でジャケット作ってるだけですけど。ありがとう。ラブソファーコンピレーションの。もうやってましたね。あの、キミオくんの今日歌撮って、明日で、明日で大体終わるってこと？ただ、すごくいいな。これマジでその、アーティストとマネージャーのすごい今隔たり感じたけど、その絶対それでは終わらんはずやみたいな。今日ね、めちゃめちゃサボったから。いやもうね、サボった。もうその歌詞考えながらやってて、うんうんうん、その、まあその、もう、その、ゼロから10曲分の歌詞、うん、もう、出るかと思って普通でえへんで、誰が悪いって言っても自分が悪いって。あの、散歩してましたけど、普通、バンドってそのアルバム出したらその後また徐々に徐々に新しい曲増えていって、うん、1年後か1年半後にまたレコーディングして撮るわけやんか、はい、トラベルはそのバーンって出したらその1年間何にもしてない。多分な、新しい曲はやってたまにやってんねんけど歌詞が決まってないまま歌ってはんねん、ずっと、うん、でレコーディングやりますってなって10曲とか10曲とかやるときにその初めて曲作り出すねん。曲作り出す、まあそのバンドの音はできてんねんけど、はい、初めてキミオくんがその作詞に取り掛かんねん。まあメロディ、作曲のメロディーも、うん、それをだから2週間でやるってことやな。今のとこもうちょっと短いです。ここ短い。ライブでやってない曲。ああ、今回はライブでもほとんどがもう10曲で言ったら9曲ぐらい、うん、ほんまに新しいの。うん、ほんでスタジオ入ってキミオ君の4日目とか。スタジオ入って4日目で。いやでもそれすごいよな、すごいよな、それ普通だってそれそれは出てこへんけど、まあ全部歌詞一緒にしようかなと思ったアレンジは違う、アレンジが違う違うアレンジを楽しむアルバム中曲フラカンの深夜コードとばっかりのアルバムみたいな。あ、フラカンのね、聞きたい聞きたい。でも今日、でも俺今日空気講座見てていい、いい案一つあんねんけど、空気講談の今日のライブの3曲目、うん、めっちゃいい曲やねんけど、うん、ずっとそのメロディーの解明を歌っただけやねん。ああ、なんか、そうらしいれどみーああ、そうレファーソーとかずっと言うだけやねんか、もしかしたらそれも曲そういうその解明を歌ってもいいと思う。一切そっから歌詞入るんかなと思ったら、うん、それで終わってた、はい、いい曲、うん、でもいい曲やった。いやでも歌詞ね、あのコーヒー館とか行って書きましょうか君、明日も。僕ちょっとね、もうやめようかな、歌詞書くんと思ってますけどねちょっと言わない、ちょっといやなんか宣言者僕はもういや、まあ今回は頑張って、ああ今回はもう書くと、うん、もうびっくりした、明日まだ撮らなあかんのに今やめようかぐらいびっくり宣言かと思って。もうそうですね、歌詞とか歌詞も書かへん、宣言してる今。頼みたい人がいっぱいいますね、まあ、曲も頼みたい人もいっぱいいますけど。ああ、いいね、そのいや、そらっそやそらっそや、その人は言いますよ、うん。柳井、その今の進行状況は柳井の予定で言ったらどれぐらいちょうどええの？ちょっとちょうどええをゼロと考えて、プラス10、マイナス0で言ったら、プラス10、マイナス、あ、0から10、あ、0から10でいこうかマイナス、え、マイナス、マイナスじゃないの、マイナスで、遅れてはないってことね、じゃあ予定限りなくマイナスに近いゼロ、ゼロ、じゃあいけてる、明日で、すげえどっちかに転がるちょっと、明日大事、え、明日何曲、何曲撮んの？いや、そこまで綿密にはこう、ああ、別に、まあできれば、じゃあ何曲残ってんの、じゃあだって多分、印象ですよ、うん、
印象ですけど、印象だけ言ってじゃあ4日間キム君入って、うん、キム君4日間スタジオ入って、4日間の成果を10とするじゃないですか、うん、多分1日で8ぐらい行って、はいはいはい、残りの3日で2。なるほど、なんかあのある日だけすごい頑張りはったけどそれ以外サボってるってこと。じゃあほんなら今日は何してたん。今日俺その柳井に電話かけた時にすごい声聞こえてたよ、はい、電話の向こうからキム君の声。何してんのって言ったら、今めなんか曲撮ってますって言ってたよ。でもだからそれは進行具合なんで、うん、その、うん、作業はしてたりするんだけど、はいはい、そのだからやってると何何やっぱちゃうなみたいなこと。ああまあな、それはまあそうです、まあ、もうちょいこうしたいなとか出てくるから、だからビタッとハマるのが連発で続くとその日むっちゃ進む。そうね、明日そうなればいいなっていう日やから。ちょっとじゃあ発表しましょうか、金曜くん、はい、今度ちょっとじゃあもらいましょう、はい、金曜くんが今作家を募集中でございまして、もう今回のアルバムからもう作詞も作曲もちょっと一旦やめて、まあ、こういう人たちに作ってもらいますみたいな、こういう人たちを募集してますっていうのが、発表します。はい、まず、はい、田淵くん、はい、田淵徹くん、はい、へえへえエビバリへえ凡人ドンクライっていうすごい曲のある田淵くんで、まあ上田くんと松井くん、はい、まあ、上田くんはねアニメーションズ時代も、まあ、曲を結構作ってますかね、上田くんは、はい、で松井くんね、うん、で、出ました、大阪アンダーグラウンドのジョン・レノン、最最左翼左翼の左隣アウン・サン・スー・ジーで、あ、吉田少年くんね、吉田少年くん、大ファンですから、くるりを脱退してまた京都に戻ってるんかな、多分今やったら時間ありそうやから行けそう。この朝岡くんって言ったミステルズの、あ、ミステルズの、キーボードボーカルの、あ、ギター、あ、ギターの人、あ、ギターの朝岡くんで、サンデー、カミデさんっていうのが今んとこそのサンかもしれない、はい、で、これでその一回まあ、柳井がこの人たちに電話して、はい、もしもーしって言って今ね、ちょっとね奇妙さんの方でちょっと作家さん募集しまして、キムさんがこのエントリーで田淵くんエントリーされてるんですけど空いてますみたいな、ありやから行きましょうか、田淵くんから。まあでもただ飲みに行きたい、そう、ね、並べたんで最終この、メンバーで飲みに行ったら罵り合うっていう最後の最後最後の最後、帰るとき罵り合って帰るっていうメンバーですけどね、特にアンサンスージと僕はイデオロギーが、イデオロギー俺の方が左じゃんっていう、左の取り合いやから取り合いしますからね、アンサンスージさんとは。でもやっぱりその8月15日終戦記念日にワンマンライブ毎年やるっていう、うん、そのコンセプトがある限りやっぱスージさんには勝てないなと思うんですけど、まあ吉田少年くんのギターとかね、ウクレレとかっていうのに合わせてちょっと聞いてみたいですね、キミオくんの。こう2人でライブしてほしいですね。で、あと、まあ、まあこれまああとあとは誰ですかね、もう柳井さん大丈夫ですか、マネージャーとしてもう一人ぐらい枠ありますけど、どうしましょう、秋元康とか大丈夫ですか、大丈夫ですか、そういうのも面白いと思います、ね、全然なんかそのこれでもいいメンバー、この一回これでライブしたよねそのそうね、俺めっちゃ楽しいだけはじゃあずっと嬉しいわこれいつか、はい、まあその作曲とか別として、うん、
今年はあれなんで、うん、来年のキミオくんの、はい、誕生日パーティーにこのメンツで、3曲ずつライブしようかな、3曲ずつ3曲ずつ出てくれるかな。キミオくんが座ってるキミオくんが今一番前で見てもらって3曲ずつやるかな。もうそれなんかでもネタ切りみたいになってんな。大チューブ刺さってる。キミオさん、キミオさん、田淵くん来てくれたよとか言う。もうだいぶ先の話やよ。いや、これ今キミオくんも踏まえて、はい、これちょっとやりましょうか。はい、来年ね、まあ、誕生日とかじゃなくてもいいんで、はい、場所は場所、まあ、普通このメンツで考えたら場所扇町公園ですけどね。このメンツのホームグラウンド扇町公園ですけど、武道館で見たいですけどね僕。武道館行きましょうか、はい、武道館の中っすよね。中で中っすよね。1万2000人5000円で5000円で。どうでしょう。来年行きましょうか。来年とか武道館取られへんの、もう。来年はもう。もう取られへん。2年先からぐらい。1年半。1年。そうですか。5000円で。5000円で。この、はい、このメンツが出て、なおかつ、キミオくんのソロライブで、このメンツの人たちが作った曲を、はい、例えば3曲ずつ作った曲を、はい、1,2,3,4 だから18曲歌ってもらうというね、気持ちとしてはチケット売ってあげてもいいかなみたいな気持ちですけどね。チケット売ってほんまやったらもう売らへんけど、まあ、せっかくから売ってあげてもいいかなっていうぐらいの5000円で、僕一人で見たいね。武道館で、武道館でこうやってね。それはもうほんまにあれでしょ、鼻にチューブ入ってる。そんなに言うんやったらもう、じゃあもういいですよ、5000円で。5000円で。やけど、これで、このメンツで、しかもその演奏もしたいですもんね。その多分田淵くんギター弾けるでしょ。で、上田くんはなんとベースもすごい上手くて、ベース弾けて、松井くんハーモニカ上手いでしょ。で、アウンサンスージー、バンジョーね、弾けて、うん、吉田少年くん、多分何でもできますよね。で、うん、朝岡さんは、生粋のギタリストかな。で、僕ピアノ弾いて、はい、だからその、ドラムがあれば、もうこのメンツでできますね。あ、だからじゃあ僕ドラムで。ドラム、キム君ドラム。結構うまい、結構うまいね、これが。これが結構うまいね。まあでもそこはあれじゃないですか、手島じゃないですか。あ、手島。そこはおった暇なやつ。手島くん空いてるんじゃないですか。2年後。2年後の秋ぐらい空いてるんじゃないですか。じゃあ柳井ちょっとこれで、はい、一回それ落とし込んで、どっかに落とし込んでどっかに落とし込んで。やけどさ、柳井昨日来てへんわけやん。クワトロ This is party 来てないわけやん。どこおったん、何しとったん、その話。あ、そうやそうやそうや、多分絶対あかんやつ。それあかんやつ。なんかのライブのイベントかなんか行ってるって思ってたけど、やない、ガチの仕事のやつやからあかんわ。しかもちょっとこうちょっとね、ちょっとやばいけど、やっぱ音楽業界もね、いろいろありますんで。しやや、けど、昨日お客さん前すごい来てくれて、で、このメンツでやるのって多分その言ったらある意味そのびっくりではないじゃないですか。まあまあ仲いいからみたいな感じで思われがちなとこもあるんですけど、まあ初めてこの3つでやったんですよね。と言っても初めてバイバイズとトラベルとワンダフルボーイズっていう、まあ実質スリーマンな感じでやったんですけど、そのやっぱり人のライブ見ると見すぎるとあかんとこがあって、この
浴びすぎたらあかんみたいなとこあんで、そのあそうなん、特にさ、まあ、キヨ君のトラベルとか、まあ、割ともう見てるから、うん、その、なんていうかな、キヨ君はめちゃめちゃライブしそうな瞬間ぐらいにちょっと席外したりするのもできてんねん、分かってんねん、うわ、これもするこれはもうこれむっちゃ良くなるな、こっからむっちゃエグいライブするわって思ったら、一旦楽屋に戻って鏡の前でこう、うーんってすんねんけどな、そ、まあそれはでも大体なんかようライブ見てるから、あの、うわ、もうこれ来てるみたいな感じがあるからそれは回避できんねんけど、あのバイバイズのはもう回避できへんねん、そのすごい毎回見てんねんけど未知数すぎて毎回何言い出すねんみたいなこと言うから、だからあんまりほんまバイバイズはあんま見たらあかんねん、もうすごいやばいと思ってまうねん、そう、もうめっちゃ記憶全部見てた、うん、昨日バイバイズ見てで自分出て終わったらもう何でも見えるから、そうね、終わったらね、ライブ前はなんかそのなんかね、なんかやっぱりそのあるある、なんかエーノンとか見んの怖いもん、いや怖い怖い、ライブ前にあのめっちゃライブそれもちろん見るねんけど、すやばいっていう時はそんなに見えひんっていうようにしとかんと、すごい影響されて自分がまたステージ出なあかんから、うん、あのそれは気ぃつけなあかんねんけど、あとライブ前にあちゃこと喋るのがめっちゃやばい。あちゃこと絶対ライブ前喋ったらあかん。やばい。いやもうな、むちゃくちゃ面白いことを、あれ多分わざとやと思うねんけど、ライブ前とか俺がもう緊張してこうしてる時とかに、A さんで、幅ないっすねとか言ってくる。こんだけ付き合ってて、なんでいきなり幅ないっすね言い出すねみたいな。っていうその、ライブ前にすごい影響力が与えてくるから、もうあちゃんこが来たらやばい。あかん、もう来たもんだって。来た来たな。楽屋来て、なんかイタリア行っててんの、すげえなって言ってたら、知ってる。イタリア人、ピザあんま食べへん。嘘と思うやん。ライブ前にやろ。ライブ前にそんな情報いらんわけやん。もうめっちゃびっくりして。めっちゃ気になるもんな。なんでなんでなんで。ね、イタリア人、ピザ食べへんの？あんな高いねん。普通のことやって。その日本人があれやろ。日本人がお寿司食べに行くんと同じぐらいの頻度やってる。それライブ前だ。俺混んでくるんで。まあ俺その時おらんかったから、その俺も回避できたけど、金曜くんもそれライブ後ずっとそんな話した。いやっすね。もうライブ前危険でいっぱいです。危険やで。だってあちゃこさんも自分のライブの時は30分間どっかに散歩行きはるから、ちょっとあちゃこタイム入りますって言ってどっか行きはるから、そうや、それやってんのに、まあその人と会ってしまうと面白いこと言ってしまう病やから、あの人も。そうですね。あちゃこさんにライブ前には会ったら会わんようにしてるね、俺も。あのあちゃこの笑い声聞こえてきたら、やばい、1回エレベーター乗るねん。もう回、おるおる、回数を変えない、やばい。回数で。ただ、その同じとこおったら、喋ってなくても遠くにおったら、ちょっと聞こえ、面白いこと言うの聞こえてくるから、うん、もう気になるねん。また人を笑かしてはるわ。そうそうそう、また笑かしてはるわって思うねん。後で聞こうと思って。すごいな。いやけど、そうやね。あん、その、見るけど見すぎたら、なんか、まあ、その、よっぽどのテンションで今日も全部、うん、あの、浴びたろみたいな時もあるでね、うん、今日全バンド、全曲全部浴びてそれをパワーに変えて、うん、出るっていう時もあるねんけど、うん、やっぱその、全然知らんバンドとかやったらそうやねんけど、やっぱもう、お互いのことをすごい分かってて、うん、で、もうなんかスイッチが入るというか、あ、これめっちゃすごいことになるみたいなのがもうすごいこうざわざわ分かってしまうから、もうそうなるとそこでうわーってなってまうやん。うわーやっぱすごいなってライブ前にうわーとか言うのもまあちょっと一旦これなんか考えもんやから、
違う、楽しみに来たんじゃなかったと思って。そうその見に来たんじゃないから。逆いや、そういうのあるね。あるある。まあ、じゃあ次ちょっと行きましょうか。クワトロのライブを、はい、じゃあ次。わまい話を。わまい、これなんすか、わまい。これ、なんか昨日、はい、僕、映像撮ってて、はい、終わったら、なんか女の人が、うん、これちょっと、うん、実はプリマで、うん、ちょっと、みたいな、お題不足を、うん、もうバレてるっていう。あ、びっくりした、金もらったの。びっくりしたね、今。なんかビールでも。違う。それ僕逆に結構昨日、あれやった。おごった。いや、結構もうほんまに6000円ぐらい出しました。普通に。っていうことは、な、え、すごい10杯超えた。最後らへんに思いっきり言う。しかも MC で思いっきり言うたったから。しかも最後らへんってと思って。それでも来てくれた、嬉しいな。あのしかもライブ撮ってる時に、すいませんみたいなのがあって、それはライブ中はちょっと無理だ。今そういますか、こう撮りながらポケットからこうやって500円で。いや、で、終わったらもうすぐ行きますみたいな。すごいな。じゃあ撮ってる時に、あの柵のとこあるじゃないですか、うん、こうちょっとフロアなん、すいませんみたいな。男の人ギャグかな、ギャグかなと思ったんですけど。まあその、ただ、じゃあ撮ってんじゃろ、こうやって今怒ってってこと。え、その西田カメラ撮ってるけど、今怒ってもらっていいですかってこと。え、なんか癖みたいなのがあって。いや、それはじゃあ そんな今じゃないよな。後で、そう、あ、後でってことやろ、うん、それはさ、西田が撮ってる時に、あの月曜プリマ見ましたとは言わへんもんな。で、まあ一旦そう終わって、うん、あったら、まああそこに、あのバーカーにいたら結構バレてる、バレてる。よかった。早くちょっと離れたかった。11人目の人に怒らんわけにもいかんし、うん、で、まあなんか友達、普通に知り合いの人とかもいたんで。あ、そういうからマジでお願いします。でもその、ほんで影響力やっぱすごいなと。見てくれた、MC、見てくれてる人が甘い話を一つってお題をくれた。いや、なんかそのちょっといろいろこんなんどうですかみたいな。めっちゃいい人やんな。めっちゃありがとうございます。すごいな。名前とか聞けなかったんだけど。うん。まあ、名前聞いたらな、なんかそれはそれであれやから。それであれ。甘い話しましょうか。はい、その何をもって甘いとするかっていうのもちょっと、うん、そうね、あるじゃないですか。とりあえずもう、だから九州の醤油は甘いよ。あの、テッシーのあれや。そういうの。テッシーの実家。九州言ってたっけ。テッシーの、あの、お母さんの手料理美味しくないっていう。てかカレーがね、言い過ぎてちょっと怒ってたから。ちょっとイライラしてたやん。あかんで、そのイライラ人のお母さんのな。あかんよね、確かに。カレーな、カレーってなかなかでもね、そのね、まずならへんからな。でもな、大阪でな、今一番まずいカレー作れんのは、うん、神田大丸高島屋。あれより、あれを下回るカレーを作れる人に俺は出会いたい。まずいカレー、大丸が作る、あの、ふなんかイベントで出してる結構でっかいので、なんか作る、ね、あのカレーほんまにもうなんかまずいね、うん、カレーやのになんか心意気がもうまずいね、うん、なんかな、心意気なんて言うのかな、最後にな、ちょっとなんかごま振ってくるんよ。いらんいらんやん。カレーにごまいるかと思って、うん、なんかひと手間勘違いしてんねん、あいつ。あ、してるわ。工夫的なやつ。そうやね、ひと手間って作るその仕込みの段階でやるのがひと手間やんか、うん、あいつ全部仕上がった時になんかごま振ってひと手間やと思ってんの。あいつアホやろ。あれがでも俺だから大阪ミューズで大丸カレー出してるやんか、うん、それ一切その食べへんねんけど、うん、全然食べへんけど、でもそれでもやっぱそこそこ売れてるわけやん。でその食べてくれた、食べてる、はい、くれたっていうか食べてる、それ買って食べたしね、申し訳ないけど、うん、でもみんな多分あれ大阪で一番まずいカレー探して、うん、
たどり着いたのがあそこやったと思う。大阪ミューズのミーツにも乗ってないし、関西一週間にも乗ってない。大阪でナンバーワンまずいカレー、うん、でも今度でもまだそう言ったら食べたくなるけど、がっかりカレーやね。がっかりカレーやね。甘い話ないってことだ。甘い話ないな。厳しい話してしまいましたけど、いや、あのでもあちゃこさんの作るカレーとか、まあ、パスタとかね、うん、昔で言うと、そのパスタとかあのもともとあのイタリアでずっと働いてはって、うん、あちゃこさんがファイヤーフライでパスタを振る舞うっていうか、うん、パスタ500円でワンドリンクついてるみたいなイベントがあったんです。あったあったよね、うん、喫茶ことの発端っていう。 あったで、あちゃこさんがただただパスタを作って、うん、でその運んできてくれて、その食べてる人にちょっとだけ面白い話して帰るっていうだけの、そのよくわからないそのイベントがあったんですけど、うん、僕それ結構手伝いに行ってたりして出てましたね。キヨ君ライブしてたよね、うん、その時にそうそう、キヨ君弾き語りとかで、僕はその僕もエプロンかけてちょっとしてた、運ぶっていうかパスタをウェイターみたいなことを、はい、って考えたら、何してんだろうな、あれあれな、あれ何歳ぐらいやろ、あれやってたん。7、8年前じゃない。7、8年前、26、7、まあそうですね、僕26、7、8年前で30歳前ぐらいですね。28、9。あ、じゃあもうちょい前かな。あれもうちょい前じゃん、ほんなら10年経ってへんけどぐらいじゃん、うんうん、9年とかあって結構すぐぐらいの時期かもしれない。なんかあのあちゃこさんがアニメーションずっと知り合って、はい、その後多分その喫茶ことの発端とかであちゃこさんのイベントで金曜日弾き語りとかで僕も手伝っててっていうのがあれかな、その最初なんとなくお互いを知るぐらいのイベントだったんですけど、そのまああちゃこさんもパスタ出して、はい、でその今はもうカレー屋やって、ね、次ピザ、多分ピザ屋やりだすんやと思うんだけど、マジか。でそのピザ屋と同時進行で多分メジャーデビューしはるんやと思うんだけど、やっぱすげえな。でもその俺な、その18から20歳までその。シャランキューがおったというワンコインアーティストで、うん、っていう事務所で、うん、ミラノモダンタイムっていうバンドで、はい、あのちょっとミクスチャーっぽい J-POP な感じでやってたんですけど、うん、あのマネージャーの加藤さんっていうもう本当にあの美熟女な45歳の、体重多分ね60、64キロぐらいやと思うんだけど、もう美熟女な、もうど真ん中、ね、ど真ん中、もうんん、ね、ほんまに可愛らしい、あのもうほんまに加藤さん大嫌いやけど大好きっていうその加藤さんが言ってたんですけど、はい、あんたらほんまにメジャーデビューそんな甘ないってずっと言ってました。指いるいやいや、東品橋の喫茶店っていうのがまあ甘い話を一つですからね。ないってことですだから。結果なかった。そんな甘いってことで。まあいいじゃないですか。あとソロバーサスバンドしていきましょう。バンド。それはなんか。まあでもお互いね、ソロもやるし、ね、バンドもやるけど。うん、はい、いやでもその金曜くんなんか昨日、はい、夕方ソロでライブして、そ、ね、はい、でそのバンドでクワトロでやってくれてっていうことで。その西田の、まあ、ソロ VS バンドっていうのはそのどっちがいいかなみたいな、まあ、そのどっちが例えばやりやすいとかってこと、けどなんかね、その例えば2人でやる時とかもあるじゃないですか、うん、はいはいはい、でその時2人でやるっていうことは、うん、やっぱりちょっと決め事はやっぱいるからここはこう行くわとかあるんですけど、はい、で例えば2人でよくやってる曲とかをキミュー君がソロでその曲をやってるとこを見たりすると、うん、
自分とやってる時よりかすごい自由度が高まって、うん、ああそう、あの、うんうんうん、すごい自由になるんですよ。でそれは僕も一緒で、うん、ね、その僕がソロでピアノの弾き語りとかやる時はその別に BPM とか、うん、小説とかも関係なく、うん、もうソロも弾きたいだけ弾いてやれるっていうのがソロの、まあ、自由度が高いし、うん、その種類が違うんですよね、自由の。あー、そうね、うん、ソロはこれが自由になるし、うん、なんか2人はこれが自由になるし、うん、バンドはこれが自由になって、うん、ね、なんか全部違う、全部そうね、なんか一長一短みたいな、うん、その同じポテンシャルやけどそのグラフが変わるみたいな、うん、全くの違う、まあだからそれを全部やったら、うん、全部その自由になるっていうとこでもあるよね、うん、楽しさがもうちょっと種類は違うなと思う、自分の場合は思いますけど。いやでもそれはそうやと思う。ただその全部やったらその全ての自由を手に入れた結果、うん、スケジュールが不自由になるっていうその不自由、素晴らしいこと今まとめいやもうダメですよ普通にもうとにかくうまいこと言いたいあちゃ、ね、あちゃ多いですよ今日うまいこと言いたがりやけどそのでも言ったらさお客さんも、はい、その多分気分によってとか その言ったと思うね、ソロを見たい人もおれば、はい、バンドで見たいとか、はい、でも今日はバンドが見たいとかソロが見たいとかやと思うんだけど、けどあのなんていうかな、バンドでやってることっていうのがあの正しくなってしまったらソロのライブって良くないと思うね。なんかバンドでやってることが正解と考えたら、あか、なんか正解っていうか本当はこの曲もっとすごい曲やねんでっていうのをソロの時にはそうね、なんかなんか やってる気はする。バンドやっててなんかスケジュール別にめちゃ空いてるから、うん、ソロ入れてますみたいな感じはちょっとなんかちょっと、うん、そうね、スケジュール的には全然俺そうやけど気持ちは違うもんね、うん、まあ間ソロとか結構入るけど、うん、そう、でもそうやね、なんかほんまはバンドで聴いてほしいみたいな感じ別にない。そうそうそう、どっちも聴いてほしいなと思うから、バンドの時はもっとすごいんですけど今日はソロでみたいなのは絶対違うと思う、ね、だから、うん、そのほんまにそのもう俺もうまあその極端に言ったらもうそもそもそのピア、俺で言ったらシンガーソングライターでピアニストとやったんちゃうかっていうぐらいの気持ちではあるその、うん、でもそのなんか普段なんかな、なんかまあソロのとか歌バンドもやっててソロもやる人らとかたまに見てて、はい、うん、別にその全然人のことやからええねんけど、うん、そのこの曲で普段すごいもっと賑やかでなんかすごい盛り上がるんでみたいな感じの定位で喋ったりしてライブソロしてるのでまあそんなんやそうやったみたいになって思うかもわからんやけど、なんか それはなんかちゃうねんな俺なんかそのじゃあ今やんなって思う、ね、そうそうね、もうすっごいバンドで来いやと思う。そうそう、じゃあバンドで出るやみたいな感じであるやん、だからもうめちゃめちゃやるからむちゃむちゃええからっていう気持ちはあるね。その全然だからもう全くその 連結ささん方がいいというか、うん、うん、っていうのはでもすごい難しくないというか、うん、なんかでも心細いとか移動が寂しいっていうのはソロ、まあ、そうだから清君何もようやるなと思うね、一人でないろんなとこ行ってな。そうそう、ね、結構ほんでそのこの間ね、8月23日の逗子で、はい、海でライブが、まあ、キム君もソロでワンダフルボーイズも出てて、はい、まあ、ホフ・ディランとか堂島さんとか、
エレキベースとか SF とかいろいろ出てる時にキミオ君一人でまあ海に来るわけやんか、うん、で言ったらまあもう僕ちょっとあのもうこのスケジュールもあれやから一回も新幹線で先帰りますで、うん、自分のライブ終わってキミオ君まだ来てない時にもう帰ってしまったから見てへんねんけど、でキミオ君その後ライブして、はい、ちょっとこうインスタグラムで、はい、写真だけ見てあキミオ君ギター混乱してるわみたいな感じで、はい、でその後にそのでも一人であの来はるから、でその時やないおらんかってんな、はい、でだからそのまあワンダフルボーイズのあの面々とあのまあおるからなんか飲みに行ってくれたらええなみたいな感じで新幹線帰っててんけど、はいはい、あの集むから連絡集むというギターのね、はい、集むテラフォーミングというギターのもう22歳ぐらいのギターの子から連絡があって、はい、あのキミオさん今一人であのリリー・フランキーの本読んではりますっていうそんな本連絡あったからそのもうあの何してんねんみたいな何してんねんじゃないけどあのいやそれはまあその分からへんやその喋りかけたらあかんのか、うん、その本読みたいんか分からへんからまあその分からへん、まあ、俺も分からへんからまあそれはもうほっといたらええでみたいな感じで最初その本番長にあげるってああそうなのあ、え、なんだ。行きます。あ、オッケーオッケー。また。またね。はい。また連絡するわ。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。けど、呼んではりますって言ってた。だからすごい、あっちもずっと注目してたよな、キミオ君がどう、うん、どういう動きしてるか。だから、なんか喋りたいけど、はい、あんまこういう人と喋らへんやん、キミオ君そんな。はい。だけど、でも一人やからその僕らと一緒にって言うのも言っていいのかどうかも分からんっていうので一回俺に連絡するっていうかわいいしけどその一人の時ってちょっとね、はい、その自由やねんけどちょっと寂しいね俺はね俺は寂しい、俺はまあんまりそのソロでそんなにまだライブしてないんで、はい、あれなんですけど去年とかすごかったよねずっとあの例えばあの今年の3月4月 の、 あの全国回ったのは、まあ、スタッフも柳井もおったりしながらやから、うん、まあ、うん、ね楽しい、ね、あれはあれでいろんなこう調理器具とか買ったりね、うん、そのキャンプ用の、ね、その前の年の一人で何してんねやろなっていうぐらいその前の年が、2年前とか3年前のキム君とかで言うと、まあ、僕ら一緒に住んでる時とかでも、うん、もうキミオ君全然帰ってこへんなみたいな、うん、何してんねやろなとかいう時期とかはもう、はい、あのあれ多分俺とかやったらできへんかなあれは、うん、キミオ君じゃないと、いやあれでも何してんたんあれもう全然家帰ってこへんとめっちゃ調べんねんねだから何してんねやろなって言ってあのなんかで調べんねんけど、あそのツイッターとかそのライブしはんねやろかとか、みんなでなバージョンとかって言うねんけど、あの誰か会おうやとか多分俺やったらすぐなるねんけど、多分一人でなんかしはんねやろその一人でぼーっとこうなんかこう調べ物したり220回ぐらいした時あって一番年間は220本ソロライブやばいっすねバンドも含めてうんいや、その間何してんのそのなんか疲れてた、うん、いやそらっせそらっせああって割とそれはなんかあのそうそうなんかちょっと聞きたいとかあるそのなんか、うんうん、その時間の使い方が、うん、そうよねそう決めてじゃないなんかその、うん、俺は多分下手くそやと思うすごいあその時でも酒飲んで、うん、一人でツイッターしてたと思うあ3年ぐらい前すごいつぶやいてる時、うん、楽しかったツイッターするのがすごいもうねなんか、うん、もういろいろ言ってあの、うん、松井君とすごい言い合いしたりやってましたね、うん、楽しかったねけどあそうかそういうのをしながら、うん、移動時間、うん、
いやでも今年はあの僕もそこそこソロ結構でも今年ね、うん、よく行ってましたもんね。もう CD ね出るから、うん、また回る感じですか、どっかいろいろ。そうなんか、うん、昨日飲んでて坂本ちゃんと社長、坂本ちゃんね、はい、そのワンダフルのレーベルの DJ やってましたね最初、昨日ね、はい、オープニング DJ、 なんかそのソロアルバムについてる文庫本、あ、文庫本の話ね、っていう本が、はい、もうこんなに素晴らしくて、本の仕事に携わっている人やったらもう読んだ瞬間これが素晴らしいってわかんのに、坂本ちゃんなんであの出版社あの回れへんのみたいなこと言ったら、はい、いや回ってるんですよって言って、あ、じゃあ坂本ちゃんありがとうあったあったそのくだりなんか、あ、坂本ちゃんもやっぱちゃんと仕事すんねんなって、そういうとこはわかんねやみたいな、うん、あ、よかったと思って、あれなん、そうやね、その去年ソロのレコーディング終わってでソロの音源だけ出す予定やったのに、うん、坂本ちゃんがあのまあ、ブログでちょっと書いてたやつをあれを本であの出したいんでちょっとリリース待ってもらっていいですかから始まって、1年間あのまあ言ったらあのこれぐらいの大きいプリン A3 の用紙にこう足っていうこうやって読むような感じで坂本ちゃんがプリントアウトして作って、それをまあ多分持っていろんなとこで営業しに行ってんけど、その誰かわからんし、そのえ、その、なんなんその子みたいな感じになって、うんうん、結果その、やっぱなかったんて、その急に本出すとか、出版社が坂本ちゃんな、100% プレゼン下手やから急に坂本ちゃんみたいな、あのなんか、なんか坂本ちゃんが今金、これ10円なんですよとか言ってもう誰も坂本ちゃんほんまになんか、可愛いけどね、そうね、うん、その情熱はまあすごいと思う、うんうん、すごいと思う。で、気になったし、あのもうサネさんすみません、ちょっと僕言っちゃったんですけど、やっぱりどこも出すとこなくて、僕のレーベルで、うん、もう僕が全部責任持って本も一緒に出します、うん、って言って、あ、サネさんありがとう、それやったらそれでありがとうなって言ってて言っててんけど、その話を坂本ちゃんがあのピーバインの人に言ってて、今度ね、サネさん の、まあ、あの文庫本をつけて、はい、あのワイキキでリリースするんですよって言ったら、うん、ピーバインがそれはやりましょうって言ってて、そう、なんなんすぐやで、でもピーバインも出版、ピーバインも出版してるやん、うんうん、いやそれほんまにつけるっていうか、本でええと思う、本でね、次こそは本だけで、そのミュージシャンの人いっぱい本出してたりするけど、あ、まあしょうもないもんしょうもなと思うもん、しょうもなと思う、ブレスが長い、僕はブレスが長いっす、しょうブレスが長いっすよ、ブレスが長いっすよ、みんな面白くないもんだって、まあ足ね、まあぜひ読んでほしいですけどね、また一部やし、足が、うん、一部と、もう山ほどあるもん、一部が、そう、一部終わったとこまでが一応今回の、のあの小説の、うん、またいずれ二部が出るというか、2かな、まあでも、坂本ちゃんでもちょっと俺その夏場にいろんな出版社、去年の夏場に回ってるとこ見て、うんうん、なんかその今日ちょっと行ってきますとか、東京で会った時も、うん、あのトートバッグに足のあのあれ入れて行っててんけど、なんかそのなめられんなよってずっと思ってたけど、いや、坂本ちゃんにもっとなんかいかつい格好していけって思ってたけど、そうね、なんかイルリメさんが出してて、分ハードカバーの文庫本、はい、イルリメが出してるね、なんかあれ見た時に、あ、なんか別に出せんねんなと思って、イルリメ君、あの鴨田ジョン、そうですね、なんか本名すげえなと思ったし、なんかまた、まあ、イルリメ君の結構あ、思ったいろんなこと、ね、売れてたよね、ウルルメ君、うん、なんか、あ、
本出してええんかと思って、あそんなありなみたいな、うん、じゃあ出してほしい人、俺知ってる人でいっぱいおるなと思って、いっぱいじゃないけど、まあ、あちゃこさんとかね、あーさんはなんかその旅番組やってほしい番組番組やってほしいよね、もういろんなとこ行ってほしいもん、行ってほしい、ほんまにもう度胸の塊やもん、すごいですよね、なんかあちゃこどうでしょうやってほしいもん水曜じゃなくて、水曜何曜とかじゃなくてあちゃこどうでしょうでいいじゃん、いやけどさ、そのあの昨日でも、はい、あのいっぱいこうやって話して、いろんなことをやっぱりええなと思うねんで、はい、やっぱこの松井くんとかって、はい、すごいすごい気になってたりするやん、松井陽介のこと居酒屋で告白されてたよね、みんなの前でこやんわり断ってたもんね、昨日ね、昨日打ち上げでねあ、目の前で告白されてる人おるやんわり断ってるやんわり断りましたやっぱ、告白はやっぱされますよね、僕ねえ、ね、でもその、告白っていいですよね、告白はね、でもその、なんていうか、やっぱ三島莉緒ちゃんっていうね、はい、まあ、ふくよかなね、はい、女性シンガーの方が、サンデーさんが山水、まあコンパスの前の名前ね、はい、山水でいろいろこうソロでピアノとか弾いてやりはるんやったら、うん、私ピアノ寄付しますって言って、そうそう、ほんであのコンパスにあるピアノは三島莉緒ちゃんが、あ、そうなんや、そうやね、サンデーさんがやるんやったら私寄付しますよみたいな、マジっすかっていうのがそのコルグ SP200 っていう、おいいやつ、ずっとで、それはもうコンパス山水から寄付し、山水時代から寄付してるから、うん、別にその俺だけじゃなくて、まあみんなに、みんなそのピアノがいるっていうアーティストがいる場合はもうそれ普通に無料でもどうぞどうぞって、すごいっすね、そうやね、あ、そんなっていう告白もあるっていうそのでもそれでかいっすね、うん、あーさんずっとねもう言ってましたけど、告白してくんなやって言ってたもんね、あちゃこね、あちゃこさんその怒ってました、ね、怒ってたよね、あの3年前ぐらいにあれ3、4年前やな、なんかあのお前告白してくんなよ、もう告白すんなって言ってた、ほんまに氷室京介かのぐらいのテンション告白すんなよって、もすごいモテてて、あの人なんかそのだからその例えばどっかでバイトしたら、はい、バイト先で告白されるんです、すぐ、うんうんうん、でなんかどっかあの遊びに行ったら、はい、その遊びに旅行とか行ったら旅行者先で告白されてまうすごいっす、すごいね、あちゃこさん、やっぱりなんかあのやっぱ女の人ってその一概には言ったら あかんけど、はい、相性好きなんちゃうかなってずっと思ってた、俺と君を君ってなんか俺、まあ、3人でずっと遊んでる時に、はい、だからあちゃこなんでモテんのかなとか言って、はい、やっぱ結果女の人ってすごいその、うん、すごいその毛がすごい剛毛な、ヒゲもわーって生えてちょっとこうおおらかで、そのなんていうか毎日キャンプファイヤーしそうな人っていうかそういう人が好きなんちゃうかって二人で言ってた、そのなんかまだその草食男子とかになる前ぐらいに、はいはい、そのやっぱりそのああいうなんかワイルドな、うん、ああいうちょっと包容力のありそうな人やんか、あちゃこさんって、それすごい2人で「あちゃこだけなんでモテんねやろな」とか言ってた、その3人でよくそのなんかイベントとかもしたりしてたけど、はいはい、モテてたよ、でその困ってたもん、あちゃこさん告白すんなよって、ちょっとあの「あちゃこなんか最近なんかあったん？」って言ったら「いやまた同じやつに告白されたし」とか言ってたもん、その一回断ったしとか言って。でもあれやっぱケムクジャラのああいうちょっと語弊がもう語弊がありますけどケムクジャラじゃないです、酔っ払ってないですか、その剛毛
規格外それが一番いい規格外のあんなサングラスかけてあんな僕初めた時外人やと思いましたファイヤーフライファイヤーフライ時代ねあちゃこさんはキム君とかアニメーションズの人ら初めてやった時の僕は見てないんですけど全然知らないくせにあちゃこさんそのアニメーションズのリハーサルかなんか、うん、ライブじゃなくてリハが終わって、うん、みんながまあそのちょっと片付けっていうか、うん、ギターとか直そうとしてる時に「うん、君たち本当に素晴らしいよ!」って言って握手していったって聞いてますけど大体合ってますそうですね僕同い年なんですけど、あちゃこさんと同い年ですね、あちゃこさんあと全員年上やからそうそうそう、キミオくんより年上、まあ、アニメーションとしては年上やからあちゃこさんでもなんかあ、まあそういうのでもその上田くんとか行くのが若いから見た目もすっごい若かったもんね、もう中学生みたいだったもん、そのみんな中学生みたいだったで、中学ロックっていう曲がめっちゃ良くてで、やっぱこの22、23歳とか過ぎてもこんだけ中2ぐらいの体型の人たちがよく集まったなって俺すっごい感動してて、ね、そのバナナ似合う感じそのバナナ似合うバナナとあのハイカットが似合う感じですハイカットね、コンバースなんかほんまに、まあ今もそうやねんけどあのみんな同じぐらいの身長と体重というかすごい、うん、あの思春期というかなんでもうほんま中二のまだこっから身長伸びはんねやろなっていうような人たちあってまあ俺の年上やけど、うん、それぐらいなんか衝撃的な4人組やった。でもアニメーションの最初だから多分あちゃこさんもほんまその、うん、そういうのはほんまにあのマッカーサー元帥ぐらいのノリでその偉そうに言ったと思うそのアニメーションでちょっと君たちそういう意味なのバンド名バンド名なんだよなあのマッカーサーコンチすげえなと思ってやけどあちゃこさんでもあちゃこさんもでも年下やと思ってたよね絶対その、うん、多分最初、うん、俺も思ってたあのそういうのその未だにその、まあ、君年上のやつがあんなことやってるわけないもんいやその一個上の人らが清子とか、まあ、上田君もまだちょっと俺の上やし、うん、の人が、まあ、20代の中頃ぐらいでアルバムのカセットテープのタイトルが中学ロックなわけはないよねその中学ロックってあのしかもな何かなもうなんてやろな、あのもうなんあれめっちゃ俺くる車でむっちゃ聴いてんけどなんかもうこんな感じでなカセットテープ売ってますみたいな感じでそうなんかこんなんかわかるかな手書きの中学ロックって書いてギザ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 ってこうバーンみたいな感じで手書きでしてるもうこれもちろん白黒で、はい、コピーそうそうそうコピーもしてないコピーもしないマジックで手書きでうわーって書いてでその売ってますじゃないのあのあげますやん、ね、あげますやん中学のファーストアルバムすごいっていうタイファーストアルバムっていう手やったと思うなんかあの中学ロックあげますって書いてる、ね、で5本ぐらい置いてるねカセットテープこれは多分なそのそうそうそうあの5本とかで自分らでダビングして一応その時期にしかも売ってなかったそのちょっと後にもうなんか見た時はもう中学ロックなかったあれでも持ってる人おんのかなって思う未だに俺もな多分な探しあるかもわからんけど中学ロック持ってる人一回よかったら探そうかな俺テープうんちょっと聞きたいよねあれプレスしようかなあったらだってそのマスター音源とかないやろもうないないよね MTR うん MTR で撮ってカセットテープに入れてダビングしてもう MTR 保存機能ないよね MTR って自分で撮れるようになった走りぐらいの時やからデジタルで何トラックの MTR そ
8トラックぐらいで。その時に16のやつ買って、16買って全財産みたいな8万ぐらいして、そうね、それぐらい。あのピンポンとかっていう技術があるのが一個その後。そうね、それもできたけど、もうなんか16個あるからまあ大体できる。あ、そうか、ピンポン1000円でもよくて、ドラム日本で撮ってたもん。あ、前マイクでバズドラと上から、上からで。あ、なるほど。16あったらまあ、まあ、まあ2本か、まあ、4本ぐらいまでは使えるけど、あとだんだん減ってくるもんね、トラック、なんかドラムとかどうでもいいから。ドラムとベースどうでもいいってめっちゃ思ってたから。ドラムとベース3個でもう入れてええやろみたいな。あとその13個ギターと歌とコーラスめちゃくちゃ入れるっていう、そうね、でも超楽しかったもん。確かにそうや。でもベースとドラム一本一本でも、まあでもスネアとまああれよね、そのバスドラを分けた方がいいってドラムの人が言うね、でもその俺らそのドラムじゃなかったらその一本でええやんって思うねんけど、撮るん楽しい順に数が増えていく、増えていく自分の。コーラスとかギターソロとか、このトラックの話分かるかな、これ意味分かるかな。あれっすよね、全然伝わらんでも伝わんでもええかな。まあ MTR でごめんやで。MTR でね、とあのもうほんま卓録の初期というか、パソコンじゃないもんね、まあでも今日もいろいろ話しましたけど、何ですか結局。あ、いい ね。じゃあなんか清水くん、なんか明日レコーディングであんま あ全然ね、声あんまり使うのもあれなんですけど、いや酒飲んでるから。僕のギターの伴奏で、はい、天王寺ガールを歌ってもらっていいですか。ちょっと僕の伴奏なんですけど、dancing in
ありがとう、月プリマでした。また来週。ありがとう。